薬満元とは、日本の麻雀で採用されている薬のうち非常に難易度が高いもの、またはその薬で得られる特典のことを言う。薬満と略すことが多い。名称は、単一の薬のみで一度の数量で獲得できる最大点数を得ることができるということに由来し、今日では、薬としての難易度はこれより、上が存在しないという意味も含まれることがある。 薬万元となる役については、麻雀の役一覧を参照のこと。薬万は不数や半数を超越した役とされており、その点数は計算を必要としない。薬万が存在する場合、薬万でない役はすべて無視し、決められた特定の特典とする。現在は4倍万元とすることが多い。ただし、完全先付けにおける数量資格等を考慮する際に、 薬満以外の薬との複合を認める場合もある。ルールによっては、薬満同士が複合した場合、ダブル薬満トリプル薬満と少子通常の薬満元の2倍及び3倍の点数として扱う場合もある。また、薬満に該当する薬が1種類だけでも、数量の方法や、薬の難易度によっては、ダブル役満として扱うルールもある。一般的なフリーマージャンや競技マージャンでは、 最大点数を単一の約万万相当点とするルールが主流で、純粋に複合する役万の場合のみ、ダブル役万やトリプル役万とするルールが少数ながら存在し、四暗光短期待ちや、大四期、国士無双十三面待ち、九連宝刀九面待ちを、ダブル役万とするルールは、ほとんどない。主に、関西のセットマージャンにのみ見られるルールである。 歴史的にはマージャンにおいて1回の数量で獲得できる最大の点数をガンと称した。複数の役の複合によりガンに達する場合を数えガンあるいは数ガンと呼び、単一の役だけでガンとして扱う場合を役ガンとして区別した。よって役ガンの点数は文字通りガンと同額であったが、いわゆるマージャンのインフレ化に伴いガン以上の 得点が認められるようになり、それに応じて、薬万元の点数も上昇していった。その結果現在では、薬万元を4倍万元として、扱うようになった。薬万以外の薬の複合による、最大得点を薬万相当とするルールも存在する。数へ薬万の例は、麻雀の得点計算を参照。以下の条件を満たしたときは、数え薬万として、 その上がり形全体を一つの役満として扱う。M リーグなどの競技マージンでは数え役満を採用しない場合が多く、その場合は13個星以上でも3倍満として扱われる。役満のうち9杯を含まなくてもできるものは4暗光と4光子と緑一式の3種類のみである。前者2役に関しては使用するパイに一切の制限がない。それ以外の役満では 九パイを必要とする。薬満の中で七統一型で作れるのは字一式のみである。薬満の中で薬を構成するメンツに純子を含むことができるのは緑一式、九連宝刀のみである。なお、大見本と小四期では薬に関係しないメンツが純子を取ることがあり得る。薬満の中で門前限定のものは天が、地は、人は、国士無双。 4暗光、9連方塔のみである。薬万岩は一般に非常に難度が高いので、実践でもそう滅多に上がれることはないが、その難度は、薬の種類により幅が大きい。薬万の中で、比較的完成するのが容易であるとされるのは次の3つの、薬である。4暗光、マイナス使用できる、パイ種を厳しく制限するものが多い中で4、暗光では、すべての廃を、 役の構成敗として使える上に、門前限定で手の内をさらさないので非常に見破りにくい。大見元手敗14敗のほとんどが全体に条件を課すものが多い中、こちらの条件は白、怒り、中の三面付き級だけであり、泣いても良い。国士無双敗種の制限から同種の敗を複数要求するものが多い中、国士無双では弱刀を除き一種一枚でよく。 確率的に有利である。四暗光自体は比較的出現しやすい役満であるが、四暗光が他の役満と複合するのは非常に稀である。理由として、手の内がすべて、イツと国士の状態になり四暗光が狙える手組みになったとしても、ドイツと国士がすべて19杯だったりすべて自0杯だったりすれば、面前に関わることなく泣いて、数量に向かうからである。 つまり4暗号が他の役満と複合するためには手の内に他の役満の種が揃っておりかつそれら必要牌がなかなか場に切り出されずかつ切り出される前に自力で積もってこなければならないしかも必要牌す全てが自分の積も筋になければならない達成不可能なわけではないがこれら重なり合う条件を全てクリアしなければならないため4暗号の複合は 非常に珍しい。薬万時体操を頻発するものではないため、薬万の複合にお目にかかることは滅多にない。しかし相手言うなら、人意識が大見本や四かずと複合するケースは、ごくごく稀に見られる。四暗行と四光子も、理論上は、国史無双と九連法等を除くすべての薬満さらにローカル役では四連国などと複合可能であるが、 あくまで理論上の話であって、上実の通り現実的には非常に難しい。まして天稲やチワの複合は天文学的確率であると言える。ただし、以下のように天稲、チワが他の役満を含んでいた例はわずかながら存在する。大正時代に日本で行われた公式大会で天稲大三元を上がったという記録が存在する。ありがとうございます。